今日はディズニーコレクションです。まあ、ザキスのですね、ディズニーコレクションということで、今回のはプーさんシリーズですね。プーさんのシリーズでございます。ですね、まあ実はこのプーさんなんですが、はい、来ました、ミッキーハンド。プーさんここにいます。プーさんここにいまして、ここにですね、プーさんのハニーポット、ね、プーさんらしいハニーポットがここにあります。そしてここにキュービックジルコニアが 1,2,3,4 席、でこっちにも 1,2,3 席あって、こうハートの形の中にプーさんが入っているというものなんですね。はい。で、通常の40センチのネックレスになっててですね、これがピンクコーティングをされたシルバー925、使われてます。まあ、大きさ的にはですね、そんなに、まあ、実は大きくなくて、よいしょ、これでいくとこんなもんか。これで11かな、11センチ、約11センチぐらいの幅になってます。ですので、まあ、1円玉と比べるとということでね、見てみますとこういう感じです。じゃじゃん、でかいですね、1円玉が。まあ、1円玉ですね、ご存知かとは思うんですけども、一番比べやすい、2センチになってますんで、この2センチと比べていただくとこんな感じ、ちょっとちっちゃいですね。まあ、11センチなんで、11ミリなんでね、11ミリで考えてみると、まあ、実際のことを言うと、まあ、普通のペンダントヘッドの大きさになってます。まあ、これですね、まあ、ちょっと一回見てみましょう。こういう感じですね。後ろ側もですね、ちゃんとディズニーの刻印が入ってます。ディズニーの刻印と、これは見づらい、ザ・キスの刻印とですね、ディズニーの刻印で、後ろ裏が抜いてありますね。まあ、しっかり作ってありますね。プレート型になってます。でプーさんもしっかりね、可愛い顔になってますね。ちょっとね、映像だと見づらいかな、こういう感じ、正面こういう感じですね。ハニーポットもこういう感じになってます。はい。これ、まあ、プーさんシリーズですね。で、お値段の方が、プーさんのお値段の方はですね、こちらでですね、シルバーキュービックコーティング 40cm で、11,550円、11,000円の消費税になってますね。まあ、かわいい、プーさんファンにはたまらないというね、こちらのプーさんのハート型ペンダントでございました。こういう感じ、よいしょ、じゃじゃーんとね、こういう感じでございます。今日はこのルーペ、ルーペ、はい、はい、